どうも、定役です。うん、あのミンゴルから逃げてます今。うん、ちょっとミンゴルやるの憂鬱感があるんで、ミンゴルから逃げてタイピングやってます。今回やるアプリは、タイフリっていうアプリになります。で、このアプリ一回ボツにしたんですけど、一回文字間違えるとですね、戻れないというか戻り方がわからないんですね。つまり文字間違いイコールゲームオーバーという形で、間違いないようにやっていきたいと思います。で、このアプリのいいところというか特徴ですね、まあスープってあるんですが、この次の打つ極をですね教えてくれるっていう、右上にもうピンチアウトっていうのが出ますので、スープ打った後にピンチアウト打って、その次何を打つかみたいな形で、どんどんその素早さが増すような、まあそういう、いい面もあるんですが、ただ一文字でも間違えたらそこでゲームオーバー、戻れない、戻り方がわからない、うん、まあやっていきましょう。まあこんな感じと、一回閉じましょう。ですね、次は本気出します。そして本気出した挙句間違える可能性はあると思います。いきましょう。なに、分かった。ああ、そういうことか。あ、今分かりました。間違って戻れないと言ってたんですが、自分はてっきり削除ボタンとかを押してやんなくちゃいけないかなと思ったんですが、そのまま打ってよかったみたいですね。じゃあ、遠慮なく、これが最後になります。まあ、本気を出したいと思います。いきましょう。こんなもんですね。すいません。はい。こんなもんなのか、どうなんだろう。このアプリは、まあ、このぐらい、特に、他になんかこう、順位とかをつけるものはないので、まあ、こんな感じで、まあ、うん、研鑽を深めていくっていう、そんなアプリみたいです。もう一度だけやります。面白くない。面白くないかもしれないんですけど、もう一度系やりたいと思います。はい、行きましょう。精神が乱れた、うん、もう一回やりましょう。もう一回だけやります。
よし。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。結構あれですね、このタイフリっていうアプリは、面白い語句を用意してくれる、そんなアプリでした。通常使う普段使いの言葉とかそういったものですね、なので打ちやすかったは打ちやすかったかなと思います。もしよかったら試してみてはいかがでしょうか。ここまでご視聴ありがとうございました。次回に続きます。